ャリオンプレゼンツファジアのニュースは株式会社キャリオの提供でお送りします。キャリオさん、今日もありがとうございます。さあ、というわけで始まりましたこの番組ファジアのニュースでございますが、本日からですね、また私一人で、まずはお届けを配信をさせていただきますのでよろしくお願いします。というわけで、まあ、4月1日、からいろいろありましたね。そうですね。これはもうありすぎて、何をこうこの番組で届けるっていうのが議論にもなりましたけども、まあ、ね、山形戦の再試合もありますし、そして成瀬選手の加入、谷口選手大学に入学、堀田選手の加入、チアゴ・アウベス選手ベストゴール賞受賞と、全部ニュースになることがこの前回の配信からありましたけども、まあ、まずはやっぱり、試合の振り返りということで、まあ、山形戦と琉球戦、まあ、琉球戦はね、0対2からの、まあ、3対2、一時はこう逆転したんですけども最後ちょっと追いつかれてしまうという展開、そしてもうなんといっても山形戦、まあ、我々の中でやっぱりもう勝ったと思いましたし、まあ劇的な、まあ、木村拓哉選手のゴールがあって、まあ、その後のもう皆さんとのこの、まあ、皆さんとというかもう J リーグが発足して30年で初めての出来事になっているというような試合もありました。そして、まあ、その試合を経て琉球戦があったわけですけども、まあ、木山監督のコメントにもあったように、やっぱりチームは想像以上にダメージを食らって、やっぱそりゃそうですよねっていう中の、やっぱそういう、まあ、リバウンドメンタリティを持って、やっぱ琉球戦に臨んで、そしてまあ、結果としては、まあ、勝ち点1ではあったんですけども、やっぱそれをこう前向きに捉えながらですね、次の、4月17日の新潟戦に、皆様と臨んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、というわけで、今日のヘッドラインですけども、今日のヘッドラインはこちらです。どうぞ、成瀬選手のインタビュー。そして、再試合決定、J リーグチェアマン野々村チェアマン来場、まあ、ということで増田に来てもらいます、ってもらってます、そして、これは本当にもうダメです。ファジアの岡山は SNS における誹謗中傷は断じて許しませんということで、ちょっと自称の、共有を皆さんとさせていただきたいと思います。そして、応援ドライバー募集中という、これは告知になりますけども、ぜひ、今日のファジアニュースも、皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは、早速ではございますが、先般、名古屋グランパスから期限付きでの、加入が決まりました成瀬選手のインタビューを撮影してきましたので、こちらをご覧ください。どうぞ。まあ、その移籍の話が、まあ、代表期間中だったかな。でもまあ、こう岡山さんからは声をかけていただいてたっていう話を聞いていたので、まあ僕としてはすごく嬉しかったですし、まあそういったチームでこうやりたいなっていうのは率直な意見として思いました。まあ一番は試合に出たいっていう気持ちが大きかったんで、まあどこのチームでも試合に出るのは簡単ではないですけど、まあもう一度また違う他環境で、まあ、僕自身も成長してしっかり試合に出てっていうのは一番の決め手になったかなと思います、まあ、僕としては楽しみの方が大きい気持ちで来ました、はい。まあ、一番は僕のアグレッシブなところを一番見てほしいなっていうのは思うんですけど、まあ、やっぱりサポーターの方々なしにはこう僕たちもこうチームとしてこう試合っていうものが成り立たないっていうのはあるので、まあそういった選手だけじゃなくて、そういったスタジアムの中でこうファンサポーターの皆さんと一体になってこうチームをこう試合を作っていけたらなっていうのを思います。はい、ありがとうございます。最後に一発ゲッそういう感じじゃないですよ
はい、というわけで成瀬選手の、インタビューを、ご覧いただきました。まあパリ世代、まあ、次のオリンピックを目指す代表選手にも選ばれていますし、本当にこう並々ならぬ思いで、このファジャーノに、期限付き移籍ということで、加入してくれてますけども、まあ、ちょっと今日インタビューちょっと僕は撮れなかったんですけども、この動画を見る感じでは本当に岡山でもこうやってやるぞっていう気持ちと、やっぱりこうまずやっぱ試合に出るという、そういったよくやっぱ出場時間を求めての移籍だったんだなというふうにも思いますし、やっぱりここねどうステップアップするかがやっぱり成瀬選手も今後の長い選手、まあ、活動といいますか選手寿命の中で大きなタイミングポイントになれるのかなというふうに思いますので、ぜひ皆さんも熱く応援いただければと思います。琉球戦もすごい良かったですよね。成瀬選手琉球戦良かったですね。やっぱりこう落ち着きがあったと思いますし、やっぱりこれはまた右サイドのサイドバック争いでも結構やっぱりこのレギュラー争いもやっぱ激しくなるような気もしますよね。そうですよ ね。さあ、そして、再試合決定、4月3日アウェイ山形戦が、再試合となりました。もうこれは本当に何という言葉で表現していいのかわからない部分もあるんですけども、まあ、これは誤審ではなくて審判の競技規則の適用ミスということで再試合が行われることになりました。まあ、事情の説明にですね、J リーグから野々村千山も正田サッカー場に、来られていますし、まあ、本件を受けてですね、社長の北川からも、コメントを出しておりますが、まあ、建設的な議論をですね、皆さんと共にですね、まあ、J リーグの方とも、しながらですね、今後の J リーグの未来を作っていきたいというふうに思っております。まあ、当然、我々の、要望としましてというか、やっぱり、山形の地まで行かれてたサポーターの皆さんの思いであるとか、やっぱりダゾーンで応援してくださった方、そしていろんなところで応援してくださった方、やっぱみんなで掴んだやっぱ勝ち点3をですね、やっぱりこう大事に、しながら、まあ、J リーグの方とも議論をしていきたいというふうに思いますし、まあ、ただ、まあ、ここでこう僕がこの話をするとですね、どうしても僕自身、まあ、知らない方も多いかもしれないんですけども、まあ、高校時代にまあ、選手権に出れなかった、まあ、高校サッカー選手権に出れなかったっていう、まあ、高校3年生の時は、まあ、それがたまたま、まあ、誤審だというような形でちょっと選手権に出れなかったっていう時の、まあ、たまたま僕、キャプテンをしてて、まあ、当然、まあ、このプロの世界やし、まあ、僕らはもう高校サッカーの、当然アマチュアも部活の延長線上っていうので、当然同じにはできないんですけども、やっぱり、こう、やっぱりこう、消化できないですよね、気持ちとすれば。どっちも。ツイッターでもすごい反響ありましたもんね、桜井さんのツイート。まあ、それは個人の、あれです、まあ、僕の発言によって、まあ、そういうふうに、こう、いろんな、まあ、反響といいますか、まあまあ、いろんなリアクションをしてくださった方多かったのは、まあ、確かにありますけども、これはね、消化できないね。おそらく。でもやっぱり、僕はやっぱりすごいなと思うのは、やっぱもうプロの選手たちですから、もう切り替えて、やっぱ次の琉球戦にも入ってるし、木山監督もおっしゃってたけども、やっぱりすごいダメージは本当に大きいと思うんですよ。一週間で切り替えれるから、絶対切り替えれないです。うん。おそらく。そうですよね。でも僕たちがやっぱ信じる選手とかたちは、ピッチでちゃんと結果を残してくれてるし、そして、いい、まあ、マインドで、この一週間も、トレーニングを、してくれてるっていうふうに聞いていますし、まあ、それをやっぱ僕ら支える側ですから、まあ、みんなでね、熱く応援していきたいと思いますけども、まあ、こうもう、でも、すべてひっくるめて、サッカーというか、まあ、スポーツだというふうに思わないと、うん、やるせないような気はしますね。いや、だから、これはね、本当に、これも話せば長くなるよね。そうですね、いろんな話題が出てきますからね、うん、いろんな話題が出る、うん、だからもう僕らがやっぱ言えることっていうのは、今もう J リーグの方とやっぱその再試合の日程ですね、日程のこともそうです、場所もそうやし、まだ何も決まってないんですよね。今も議論中っていうふうに聞いてます。それはもう公平な、やっぱ中立な、まあ、場所になるのか、やっぱりそういった まあ、競技のやっぱこれ不公平性感とか必ず出ますから、もう間違いなく
岡山と山形連戦になるわけですよね。でそれでまた僕らがこう山形に行くのかどうかっていうのもありますし、これもし怪我してたらどうしてたんだでも言い出せばもうキリないんですけど、これあんま言い過ぎるとこれジェリーに喧嘩売ることになってるんで穏やかに聞きましょう。穏やかにいかないと、まあ、でもそれは本当にこう J リーグの方もやっぱりちゃんとこう議論してくださってるというか、まあ、全部が全部当然納得いくわけではいかないとは思うんですよ。それはもう最初に言うとも納得いってないわけですからね、はい、うん、もうこれは誰が悪いとかっていうのをもう誰かの責任にしちゃうと、それ責任された人もしんどくなっちゃうし、でもそれも含めてもうサッカーだというふうに、まあ、僕らが愛するサッカーだというふうに思っていただくのが僕的にはいいんじゃないかな、それでこう気持ちの消化をするのがいいんじゃないかなっていうのは思ってます。じゃあ切り替えていきましょう。はい、そうというわけで、まあ、切り替えてね次の新潟戦に入っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そして、4月11日にお知らせを出しましたが、ファジアの岡山はSNS における、誹謗中傷は断じて許しません。非常に残念ではありますが、最近もですね、まあ、この SNS にて、選手や審判に対して、見過ごせない内容を確認しております。まあ、我々じゃあどういったものがSNS ダメなんだと、いうようなことはですね、まあ、今後専門家の方に意見を伺う機会を作りながらですね、皆さんと共にですね、共有をしてですね、一緒に学んでいきたいと思っております。まあ、具体的にはやっぱりまあ、この、アウェイ山形戦が、まあ、再開試合になった時にはですね、やっぱこう審判に対する誹謗中傷も見受けられましたし、琉球戦、まあ、終わった後にまあ、個人の選手に対してですね、まあ、直接いわゆるその DM を、まあ、送りつけられてですね、まあ、選手がちょっとまあまあ、ちょっとじゃないな、かなり嫌な思いをするというような文言が見受けられるものがありました。そういったものは本当我々とすれば今断じて許しませんし、まあ、場合によってやっぱそういった公的機関に、しっかりとまあ、報告をしてですね、まあ、そういった対応もさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、続いて、こちらでございます。自家用車を運転することでクラブの PR をしていただく、応援ドライバーをただいま募集中です。SNS でもいくつか不明点あるというお声を拝見したので、簡単にですねご案内をさせていただきます。まず申請いただくにはスマートフォンのアプリが必要です。そこから申請いただきますが、運転免許証のチェックや、違法改造がされていないかの審査があって、それが通過した後にお申し込みをいただけます。申し込み完了後は1週間以内ですね、お手元にステッカーが届きますので、外観と走行距離のメーターの写真を送っていただき走行開始となっております。お申し込みをいただける方は岡山県内在住の方ですが、走行するのは岡山県外でも OK です。ぜひクラブの PR のお手伝いをいただければと思います。僕この企画最初に見た時、はい、子供の時にさ、黒ナンバーを10個見つけたら幸せになれるとかっていうのなかった？ありました、ブラックナンバー、ブラックナンバー、はい、でもその間に緑ナンバーを見てしまったらそのブラックがチャラになるっていう、これ地域性かな？それは知らないです。知らない、はい、僕この企画見た時にこの応援ドライバーを10台発見したら幸せになれるっていうのを思い出してなんかちょっとその話題になってくれへんかなと思ったりしたんですけど、まあそれは僕らもね実際幸せになりますよね。まあそうそうそう、嬉しいですね。あ、そうそうそう、だからね、よくさ道走っててもさ、ファジマルのぬいぐるみを乗っけてくれてる車のドライバーの方とかもちょっと嬉しくなるとかっていう意味合いで、もうちょっと皆さんもぜひ楽しんでいただければと思いますし、まあ我こそはという方はこの応援ドライバーにお申し込みいただいてですね、もう県内県外問わず走り回っていただければと思いますので、よろしくお願いします。さあというわけで、本日の、ファジュニュースはここまでとなります。
前回のコメントもたくさんいただいておりますので、こちらの方をご紹介したいと思います。TN さん、澤さん、ありがとうございました。桜内さんがすごく頼りにされていましたよね。後任は、はてなはてなはてな、どなたか楽しみですということで、そうなんですよ、澤さんが前回をもって、まあ、卒業と言いますか、一旦、まあ、レギュラーは、外れられましたけども、どうですか今日のこの僕の寂しさ伝わりますかね。続いて、TRS さん、澤さんお疲れ様でした。澤さんの選手インタビューは選手に対するリスペクトが感じられて素晴らしかったと思います。年長者でありレジェンドである澤さんが決して偉そうにせず選手の視点に立ち親身になって耳を傾ける姿に澤さんの人柄がにじみ出ていましたし、見ていて大変好印象でした。そういう澤さんの良さは法人のお客様にもスクールの子どもたちにもきっと伝わると思います。澤さんのさらなるご活躍を願っています。恥じらぬことこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、以上でございます。今回のファジアニュースはここまでです。またご感想などをコメント欄へご記入ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。キャリオンプレゼンツファジアのニュースは株式会社キャリオンの提供でお送りしました。山形戦、琉球戦のゴールを見ながらお別れです。またお会いしましょう。ありがとうございました。Yeah.